まあまあ、毛づくろい中ですか。まあまあ、知らんてか。ライオン数改め普通の数になったな、お前。なあ、数やを。何見とんの？スーさん？ニャーヨンもうサネですか？ニャーの視線の向こうには、スズがいる。しゃ、こんにちは、そばじまです。ちょっと前回秘宝で、これの V のキーキャップがないのをお伝えしたと思います。で、まあ動画はちょっとリンクはどこかに貼っておきます。で、キークロンの、サポートにちょっとお願いして、ナイキーだけ送ってって言ってお願いしたんですね。で、じゃあ送るよって言って、すぐ返事は来たんですけど、本当に来るのかなって正直ちょっと疑心暗鬼だったんですけどね。来ました。完全体になりました。で、しかも、それ、国際郵便で送られてきて、もう一個あるんです。2個。だから、スペアパーツとして2個送ってくれました。はい、これが送ってくれた V キーですね。ようやくこれでキーボードにつけれます。じゃあちょっとね、つける動画を撮っていきたいと思います。よっしゃ、それじゃあね、早速取り付けていくんですけど、キーを外すツールは、標準で、このキーボードについてるこのリムーバーっていうのかなを使います。こうね、こう挟んでヒュッて抜くやつですね。全部のキーを変えていくのが結構大変だと思うんですけど、その大変な上にこれいくつかね、例えばエスケープキーとかはバリエーションがあるんです。これ今標準でこの赤いエスケープがあるんですけど、これね、グレーのエスケープが一つまでついてるのと、んで、これ、まあ、真っ暗しく、このハローって書いた、エスケープ用のキャップですね。これがグレーと赤。もう一個がこれですね。初代の Mac と同じような形をした、イラストが描かれたキーキャップが、これもグレーと赤が2個。でね、ちょっとどれつけようかね、結構悩むとこなんですよね。例えば、赤いのつけたら、まあこういう感じなんですよね。ハローの赤いのって感じ。まあ、ハローの赤いのでいいかな。で、グレーですね。グレーのハロー。これでもいいかな。で、これ、真っ赤いこう。スタンダードにエスケープのグレーか。これでもいいかな。悩ましいですね。まずはちょっとこのグレーのハローのキーキャップにしてみましょうか。エスケープはちょっとこうしてみましょうか。そしたらこれをそのリムーバーで取りますと、取るのは簡単だな。これで取ったと、はい、一応まあこれ見てもらうと、一応僕が使ってるのはキークロの K2 ってやつの茶軸のキーボードです。どうしてもこれキーのところにホコリが溜まっちゃうんで、このちょっとダストリミューバーで、シュッシュしながらキーはめてきます。これですね、グレーのハロからはめていった。はい、こういう感じ。あ、キーキャップのデザインが違うんで、やっぱ高さはちょっと違いますね。あとはそんなに悩むようなところはないので、ちょっと順番に、じゃあ、つけていきます。ここでまずファンクションキーは全部取りました。1から12まで取りました。
し。一応これ、上のファンクションキーを交換しました。交換したパーツはこっちですね。そしたら、あと、この上前列、あとこのキーを交換しましょうか。はい。よし。これで一応上の段は全部交換できましたと。次はこの段行きましょうか。で、ページアップもいくか。はい。よし。じゃあ、これで、2段目も抜きました。デリートはちょっと変わってて、これ、シンクディファレント。で、これが、はい、つきました。よし、間違ってたらつけなしゃいい。はい、これで2段目もつきましたと。昔の、まあこれ元々のデザインが古いキーボードを模したデザインなんですけど、やっぱちょっと色味的にもそういう感じになってきました、ね。いい感じ。じゃあ次3段目いきます。道のり長いな。よし、はい。3段目を取りました。今回早かった。よし。これで3段目もつきましたと。だいぶコツをわきまえてきたんで、作業が早くなってきましたね。次はじゃあこの4列目ですね。まだまだ、ようやく中盤戦ですね。ほうと。4段目も外しました。リターンキーもちょっと凝ってて、ワンモアスイングになってる。まあちょっとこれも真っ暗しいっちゃ真っ暗しいですね。よし。で、こうと。よっしゃ。これで4段目もいきました。いやー、ちょっと先は長いな。次5段目いきたいと思います。よし。はい。5段目も取れましたと。問題の部分なかったですね。よし。5段目も終わりました。いや、もうこれ、ちょっとゴールだいぶ見えてきましたね。で、あとはコントロール、オプション、コマンド、スペース、まあ、この辺のタグですね。で、これ Mac 用のキーボードと思われがちですけど、一応この Windows キーとか Alternate キーとかは入ってるんで、Windows の人も使えますね。はい。おっしゃー、最後、この一列行きましょうか。よし。よし。じゃあ、一番下も取れました。ここにね、ちょっとスリットがあって、こっからモデル名が見えるようになってるんですよね。結構ね、細かい芸が。よっしゃ。最後、じゃあ、フィナーレに向けて作業ですと。最後、この右矢印で完成です。よっしゃー。じゃあ、完成しました。よし、来た。いやー、結構手間かかるな。こんな感じになりました。なんかちょっと、だいぶイメージ変わったな。
リターンキーとかで食らってみると、キーキャップの角が丸くなってるので、全体的にちょっと柔らかな印象を受けますよね。で、この表面も、ちょっとこっちの方が、ザラザラ若干してんのかな？なんだろう。いや、いいっすね。いいっすね。ちょっとじゃあこれで、使ってみようと思ってます。いやー、とりあえず完成しました。OK です。